消化管管質主要の内視鏡画像。消化管管質主要とは、消化管管用系主要の一つ。大まかに、金源性主要、神経性主要、そしてジストを含む、それ以外の主要に分類される。それ以外の主要の中で、受容体系チロシンキナーゼの一種である、キットタンパクを合成する遺伝子 C キットに変異があって、過剰発現しているもの、あるいはそのような主要と、 区別できないものがジストと定義されている。ジストの起源となる正常細胞としてはカハールの介在細胞が有力視されている。ICC は消化管運動のペースメーカー細胞として機能しており、細胞膜を貫通するキットタンパクという表面抗原を有している。このタンパクは C キット遺伝子により高度され、 受容体系チロシンキナーゼとして機能し、先天的にキットタンパクが欠如する個体は ICC の欠損をきたしている。多くは胃に発生し、胃がんとの鑑別を必要とする。食道ではほとんど認めない。免疫染色を行って、キットタンパク及び CD34 の存在を確認することにより、ひらなめすじ組織や末梢神経由来の腫瘍と鑑別する。 なお、消化管筋層内にある正常細胞の中で CD34 とキットの両方を発現している細胞は ICC だけである。基本的に外科的切除が第一選択である。ただ、転移などがあって手術切除困難な場合には抗がん剤治療が行われる。切除可能であれば手術切除施行される。基本的に病相切除と リンパ節転移はなく血行性転移を生じることが知られているため、リンパ節覚醒は行われないことが多い。主要系や病理組織における各分裂像に応じて、高リスクと判断された場合には、術後にイマチ二部の内服を3年間行う。切除困難症例に対し、または術後病理結果においての補助療法として、以下の抗がん剤治療が行われる。 増殖形態や細胞分裂数、細胞異形などが他の種類の義務となら、良性に相当する程度のものであっても、時に遠隔転移をきたすことから、臨床的には低悪精度の使用として扱われる。まれに明らかに肉腫としての形態を示すものもあり、これは高悪精度の使用として振る舞う。ありがとうございます。